私は実はあの事務所の前の事務所というかそのあったオフィスが実は代々木だったんですよ。でそれがもうでも5年とか6年ぐらい前なんで、その時期はよく代々木に来てたんですけど、今はねもう場所が変わっちゃったんで、すごい久しぶりに代々木に来ました。代々木といえばあの食の街なんですよ。すごく美味しいお店がたくさんあって、なので今日は美味しくて話題のお店を楽しみたいと思います。それでは行きましょう。すごい近い、本当に駅から徒歩10秒とかそれぐらいで着きます。これです。このお店のパンが、パンっていうかの バンズっていうんですかが食パンなんですよ。ダブルダブル、これで頼んでみたいと思います。人気メニューのダブルダブルです。すごくないですか。見てこの周り、めっちゃ美味しい。ほら見て、めっちゃ美味しそうじゃないですか。じゃん、早速こうして、待って、どこから食べていいのかわからないけど、ちょっとこのまんまガブッと行かせていただきます。この隅から行きます。夢のようだこの断面。いただきます。うまっ。ちょっと待って、このお店ソースも手作りらしくて、ソースがこれ何ソースだろう、ケチャップだけじゃないんですよね。ちょっとなんか酸味のあるソースみたいなのも入ってて、めっちゃ美味しくて、あとこのお肉パテが粗い感じだから、すごいねふわふわしてる。あの結構ギュッとしたそのパテじゃなくて、ふわふわ系になってますね。めちゃくちゃ美味しい。パンもこの絶妙な焼き加減っていうのかな、この断面見てもらうと、断面っていうのかな、表面見てもらうと分かるんですけど、ちょっと強めに焼いたけど焼きすぎてないっていう、このふわふわとカリカリの絶妙な、めちゃくちゃ美味しい。なんだこれ。なんかこれやばいかも、ハンバーガー界の革命みたいなのそうなレベルで、マジで美味しい。なにこれ、うわすごい、なにこれ、で扇風機屋さんで、電気屋さんなのかな、矢崎電気。
と中を見させてもらいましょうか。あ、ここさっきマネージャーさんに聞いたんですけど、そのオープニングでうちの事務所がここに昔あったっていう話してたじゃないですか。その時その当時のうちの事務所のエアコンとかそういうのを全部ここの矢崎電機さんでやってもらってたらしいです。だから縁がある、ね、お店です ね、 ね、すごいよこれ今流行りのこの、はあ、これあれじゃん、私が欲しいやつじゃん。この首にかけるやつ知ってます？え、しかもさ、なんていうのこのぐにゃぐにゃなっててすごいいいかも。これ私欲しいんですよ。こんなとこで、かわいい。しかも色があって、時計も見てよこれ、かわいい、おしゃれ、すごい。ちょっと来てください。外で見つけたんですけど、めっちゃかわいくないですか。ここに時計が飾ってあるのもおしゃれだし、なんかこのお店すごいおしゃれ。電気屋さんなのに雑貨屋さんみたいな感じですね。うん、お、あれだ、生姜亭。結構わかりやすく看板がピカピカしてるからすぐわかると思います。古き良きっていう感じの、昔ながらのっていう感じのお店ですね。メニュー見てください。メニューが大学の名前になってるらしいです。一番人気はこれって言ってたのかな、東京大学かなって言ってました。早速入ってみたいと思います。よし、こんにちは。すごいメニューがたくさんあるんですよね。大学の名前がすごい並んでて、なんかおすすめみたいなのが多分東京大学って聞いたんで、やっぱそれを頼んでみようかなと思います。すいません。はい、東京大学を一つください。あ、はい、わかりました。お願いします。わあ、ありがとうございます。じゃん、これが東京大学。お、お味噌汁も来た。こんな感じです。めっちゃ美味しそう。いただきます。このヒレカツ見てください。ソースの下にチーズが隠れてるんですよ。こんなの美味しいに決まってるよね。私はこういう時真ん中から行くタイプです。真ん中から、じゃん、いただきます。うん、味が結構しっかりしてて、すごいご飯が進む味ですね。うん、うん、うまい。うん、味噌汁美味しい。これのお父さんがお話を聞かせてくれるそうなので、ぜひお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。どちらが食べるの？え、美味しい。この値段でこのクオリティ、この量が食べれるんだと思うとちょっとびっくりです。なんとか頑張ってます。なんとか。なんで東京大学なんですか？あ、東大ということで、はい、まあ、東京六大学の一番トップということで、うん、まあ、おかずが、はい、1,2,3,4,5,6 で、まあ、だと6大学そういうことですか。はい、で、まあ、数が
要は一番カツの中で一番上のヒレカツということで、はい、まあ、ちょっともじった感じで、はい、そうなんですか、知らなかった。いや、まあ、初めて言いましたえだからなんでそもそも大学の名前なんですか。そうですね、もうなんだかんだで親父の代からもう50年ちょっとやらせてもらってるんですけど、はいはい、その頃ってあの昔ってあの代々木って、はい、要は、代々木ゼミナールさん。ああ、聞いたことある、分かります、はい、あの代々木ゼミナールさんの城下町みたいなところで、街中、それこそ受験生さんの、はいはいはい、ばっかだったっていうぐらいの時代がありまして、はい、でその時に、まあ、うちのお客さんも要は学生さんの方がね、すごく多かったので、まあ、それこそ今はスマホ見ながらご飯食べてますけど、はい、もう前は参考書開いてなんか参考書見ながらご飯食べてるぐらいの時代だったので、はい、まあ、ご飯の時くらい参考書としてちょっと楽しく気抜いて食べようよということで、まあ、大学の名前でも勉強についてたら面白いんじゃないそういう意図で、はい、はい、何？何だろう、まあ、はい、例えば、はい、上智大学、はいはいはい、上智大学ってざっくり言ったら、うん、英語系の学校で、はい、アルファベットでしょ、はい、アルファベットです。で、アルファベットの、うん、アルファベットで言ってみて、うん、何をですか。アルファベットを言ってみて、最初から A、B、 よかったかな。あ、そういうことですか。はい、エビフライの A、B、はい、そういうこと。だからエビフライのこの定食には上智大学ってついてるんだ。そう、まあ、面白い。ちょっとなんだろう、こうダジャレっていうんですか。そうですね、もうユーモアを混ぜて、わかると面白い。面白い、謎解きみたい。うんうん、そうですね。わあ、すごい。でもこれ意味知りながら食べたいかも。そうですね、うん、まあ、あとは俺の前に食べたいやつを逆にこうお客さんが食べながらひねってひねって、あ、こんなのって言ってくれたら、お、これからそれ採用します。お、らしいですよ。なんでぜひ皆さん、ちょっとこういうのが得意な方、ぜひここに来て、こういうのいいんじゃないっていう、ちょっと採用してくれるみたいですよ。ね、すごい。ぜひぜひ皆さん、本当に食事もそうです、そういうユーモアも楽しめるお店なので、ぜひ皆さん、ご飯を食べに来てください。はい、ということで、代々木の食を堪能して、お腹がポンポンです。1軒目が、JB's バーガー。本当に嘘なしに人生で食べたハンバーガーで一番美味しかったかも。もう嘘なし、衝撃受けました。2つ目に行ったのがこの矢崎電機さん。これはあの9人入ったお店なんですけど、まさかのうちの事務所もお世話になってたという電気屋さんにこうなんかふと出会って、そういう縁もすごいあって嬉しかったなと思いましたね。そして3軒目に行った生姜亭さん、もうね、本当に素敵なご夫婦でやられてて、安くて楽しくてお腹いっぱいになれる店なので、皆さんぜひ生姜亭行ってみてください。代々木の食を満喫できたので、また代々木に遊びに行きたいです。今日は本当にありがとうございました。またね。